昔々ハートランドという全ての人が機械作りに携わっている国がありました。今日もすごい渋滞。みんなどこへ向かっているの？ここハートランド城よ。機械を作るために24時間体制で働いているの。この城の城主であるハートランド王は機械作りの技術に絶対の自信を持っていました。機械こそが全ての人を幸せにすると信じていたのです。そのためにほとんどの人が朝5時には家を出るのですが、渋滞によって遅刻するのが当たり前になっているのです。お城に出勤した人々はお城の中の自動車生産ラインで働きますが、夕方の5時には夜勤の人がお城にやってきて仕事は交代となります。今日は4時間しか働けなかったな。遅刻分は引いといたからな。マジかよ。お前いつまでそんなバイクに乗っている？新車に乗り換えろ。あ？やだね。ルールを守らない奴は給料から天引きだと。おい、ちょっと。お前も今月から乗り換えだ。でも自分もこの車可愛くて結構気に入ってるんですけど。ルールを無視してはいかん。ですよね。これがハートランドの首都イーストポリスでの日常です。どれだけ道が渋滞しようが、前の車が気に入っていようが問答無用。全ては王様の一存で決まるのがハートランドのやり方なのです。そんなハートランド王でしたが、彼には一つ大きな悩みがありました。それは自分のマナ娘のエンシェンがこの国に災いをもたらす魔法使いとして生まれてしまったことでした。エンシェンは3歳になると魔法を使い、王様がプレゼントしたぬいぐるみにジョイと名付け、喋れるようにしました。送信。さらに6歳になると町中の機械に魔法をかけ、勝手に動くようにしてしまいました。ところに入れられてかわいそうに。あとで助けに来るから待っててね。もし失礼いたします。
私の名前はエンシェントハート。一応この国のお姫様です。あっ、セーフ。わあ、遅刻する。いよいよ大会3日前に迫った東京オリンピックですが、メインスタジアムとなる新国立競技場では開会式に向けた最終寝坊したんよ、ごめんな。お父さん、これまさか三宅さんとこの修理代じゃないん？それって本当に千島会長が言ってんのかよ。会長はタブレットを渡さないのであれば通告通り裁判を起こすと。今さらなんでそんな話になるんだよ。これが最後通告となりますが。私がご飯作らんかったらお昼まで何も食べんでおるんじゃろうな。お父さん、せめて麻雀牌くらい避けとって。開会式当日、各国の選手団は複数の自動車メーカーの技術供与による完全自動運転の車両にて会場となる新国立競技場に入場してくる予定となっているんです。おはよう。おう。もうお母さんのお墓参り行ったん？まだじゃ。いただきます。おいしい、最高。我ながらうまいこと焼けとるわ。明日から私夏休み言うて知っとった？なあなあ、久しぶりに旅行行ってみん？前はよう行きよったが、ドライブとかキャンプとか。まあでも今年は我慢しようかな、受験もあるし。ごちそうさま。はい、お茶。お父さん、まだお盆には早くね？なんで急に。さっきは何も反応せんかったくせに。え、なんなんそれ。その上本題への回答はなしな。お父さん、今日はちゃんと修理代もらうんよ。わかった？ああ。キジタさん、おはよう。おお、ここね。よう切れたの。おじさんらタフすぎないよ。今夜もお父さん頼むな。
モネ、今日も元気じゃの。元気じゃないけど頑張るわ。今晩もお父さん頼むな。ほーりゃ、これ見たらはっきりしとろうが、テキストベースの SNS はあえて自分を矮小化して見せるのが主流なんだけど、写真メインのアプリは実際以上に己を飾って見せる傾向がお湯になるんよ。ほんまにこれ投稿データを一定のアルゴリズムでグラフィック化しただけなんか。もしかして森尾やっぱり森尾じゃ。ここね。久しぶり。もう大学は休みなんかな。いつこっち帰ってきたん。またちょっと背伸びた、うん、昔は窒素っていつも私の後ろを追っかけっきょったのにな。つうかいい加減その呼び捨てやめろって。じゃって今さら森尾くんとか森尾さんやこう呼びづらいが。おいそいつな、オラジャーんとこの娘じゃろ。お前知り合いなんか。なんだよオラジャーって。ほりゃ坂の上の自動車工場。おお、オラオラジャージね。最近近所の子らが言い始めたんよ、あれ見よって。そう言うたら森よ、どこの大学行きょるんかな。ええー、なー、私も東京の大学とか行ってみたいわ。おめえやこを一生かけても行けんとこじゃ。マジ？そんなに遠いんか。ほんなら飛行機とかなら行けるんかな。わしのケイトラにもあれついたんか。ああ、なんとかな。コケタッチして行き先言うたら地図が出るけ、 OK ならもう一回ここを押す。わしは見てるな、年寄りを相手にしようたら儲かるまうがな。あ、そんなことはねえで、今はまだジジババの方が金持っとるからな。ふん、まか。ほんでなんぼな。あ、パンクの修理代だけでええわ、2,000円。船なら代わりにこれ食べてくれ。おう。そんなら小山病院に行け。この国は以前からたびたび巨大な鬼に襲撃されていました。それはエンシェンがこの国にいるために起きた災いでした。異端審問官から姫を国外に追放せよと進言されていたハートランド王でしたが、さすがに愛娘を追放することはできません。代わりに機械作りの粋を集め、国の威信をかけて鬼を退治するための巨大機械兵エンジンヘッドを建造していました。機械兵だ、エンジンヘッドを出動させよ。エンジンヘッドは各駆動部分に多くの運転手を配して操縦するハートランドが誇る対鬼用兵器です。左足前方18メートルに7まで踏み出せ。前方18メートル7度で踏み出せ。
倒せないよ。じゃあこの夢見るの。夢まで見とったんか、森川。今はまだ夏休みじゃなかろう。させん。みんなにとってはこの夏休みはほんま重要な時期になるんじゃけ。高校生最後の夏休みを有意義に過ごすようにな。だらだらと寝たりしおったらいけんぞ。わかったんか、森川。はい、ちゃんと聞いてます。ほんなら新学期には元気に戻ってきてください。昔のことを全部知っとるんはお前だけじゃの。お父さんから連絡があっての。
タブレット渡さんかったら裁判する言うとるで。今さらここでの親権をよこせとか言われてもふざけないいうことじゃな。で、いっぺん直接話そう思とるんで、今から東京行ってくるわ。森川桃太郎だな。志島会長と直接会われちゃ困るんだよ。ここねはいつも趣味をこつき覚えずじゃな。なんなんそれ、意味わからんし。昨日はお父さんらに付き合うてほぼほぼオールじゃったんよ。え、大丈夫？バイト代もろうたし。そうじゃのうてもいつも眠いよな。これって特技？そんなん特技言わんわ。そういや、夏期講習はどうするん？うちお金ないけんピンチかも。今朝なんとなく聞いてみたんじゃけど返事なかったし、多分今日も修理代野菜でもろうとる思うよ。なんだああいうとこ終えんのかな。お父さん未だに車の改造ばしょるんよ。家ではあんまり話さんの？もう全然、ほっといとったらいただきますもメールで来るんよ。マジ？またあいつら。貸し酒な。高校最後の夏休みじゃいうのに、どうしよう。帰省とかせんの？うち実家じゃし親戚おらんのよ。じゃけどお母さんの実家はドイツなんじゃろ？ん？なんで？え？なんで言うて、中学ん時自分でお母さんはドイツ人じゃ言うて作文に書いとらんかった？ああ、あれな、チコちゃんよう覚えとるな。あれほんまは嘘。え？学年が変わるたんびになんでお母さんおらんのとか、心に羽ならここ派じゃねえ言うて毎回突っ込まれるんで、思いっきり嘘書いたんよ。ほんまアホじゃけど、そういうとこかわいいな、ここねは。うん、ありがとう、友よ。おい、森川。今、連絡があってじゃな。お父さんがの。なんでジョイが？タブレット？ただいま。
お父さん、どこ連れて行かれたん？なあお母さん、お父さん何やったんじゃろうか。お母さん、私お母さんのこと全然知らんのよ。私が生まれてすぐに事故で死んでしもうたことしか。お父さん、それ以外何も教えてくれんのじゃもん。お母さんって私んくらいの時何しとったん？大学とか行きょうた？ああもうどうすりゃええんで。お母さん、なんとかしてや。今度こそうまくいったかな。ジョイはすぐにしゃべれたのにね。えへん、僕は特別なんだぞ。ピーチが帰ってきた。ピーチ、おかえり。ただいま。どうだ、機械に心を与える魔法はかけ上げられたかい？今度こそうまくいくといいんだけど。大丈夫、やってみろよ。心根一つで人は空も飛べるはず。ハツ、自らの意志を持って自由を手に入れよう。送信。つけましたぞ、姫。魔法を使った罪で再びガラスの塔に入っていただきます。それは本当に王様が言ってることなのか？知れたことですが、タブレットを私にお渡しくだされば国王に取り計らうことにやぶさかではございません。この人もう帰宅しているはずだ。娘は私が一緒に連れていく。保護者不在で東京の警察に勘ぐられても困るからな。東京？お父さんからこれ、こいつじゃわ。まだ帰ってないのか、風流娘が。必要なのはタブレットだ。警察が押収した証拠品の中にはなかった。何としてもあれを見つけろ。はっ。暗いな。渡辺さん、これは。ん？バカ、それはただのホワイトボードだ。すいません。ん？
ずい。帰っとるんか。桃おじさんが警察に捕まった言うんで、親父が心配じゃけ様子見に行っちゃれ言うて。親父と木地田さんも後から来る言うとった。あ、世界を気をすぐに出せるように高松空港へ連絡しろ。はい。お前は残って娘を保護しておけ。わかりました。ん？何やっとんなお前。ちょっとな森よ、オートバイ運転できよ。なんならヤブから棒に。できる？できんの？俺普通免許しか持っとらん。ほんならオッケー。運転して。え？大丈夫、これ車の免許で乗れるんじゃから。行き先は高松空港。なんなんなら。もっとエンジン吹かしてええよ。お前ら。あ。お前、なんか隠したか？別に。本当だって。木地田さんに連絡せんでええんか？いけん。まずはジョイとタブレット取り返さんと逃げられてしまうが。木地田さんに連絡するんはその後。渡辺さん、バッグが。お？先回りして。え？待て、鬼かこれだな。
いつがここに。ここでナイス森を。すいません。さすがオラジャンとこの娘。くそ、出発は延期だ。あの娘をとっ捕まえるぞ。あ、俺だ。娘がなんでここにいる。それが保護しようとしたところママと逃げられてしまいました。バカモン、なぜさっさと連絡しなかった。あ、いや、なんか怒られるんじゃないかと。よし、森川はスマホを隠し持っていると刑事に伝えとけ。それとこっちの警察にも協力を要請しよう。犯人の娘が証拠を持って逃亡しているってな。そいつは悪いやつか。よかった、ジョイ。何者って、この子、お母さんのじゃから。森を、スマホ貸して。岸田さんに連絡してパトカーで迎えに来てもらう。は？お前次々とデーレーこと思いつくな。あっちが警察とグルならこっちも警察を使うまでじゃが。これでお父さんに連絡する方法ないんかな。メアドもアカウントもスマホ取られてしもうたから分からんのよ。あ、もしもし、木下さん。うん、森尾と一緒なんじゃけど、訳ありで今高松なんよ。ほんでちょっとパトカーで迎えに来てほしいんよ。車のスキャナーリーダーに使おうとったんか。どんな？お父さんに連絡できそう？このタブレットは自動車を診断したりするのに使おうとったみてえじゃけ、アドレス帳は入っとらんな。ネットには繋がっとるみてえじゃけど。そうな。木下さん、メアド知らんのか？あの人らはしょっちゅう会うとるから、そんなん使わんのんよ。なるほど。なんじゃこりゃ。お父さん、どうやら車の改造なんかの情報をやり取りするための内輪の SNS じゃな。このタイムラインに書き込んどきゃ、桃おじさんがメッセージを読む可能性はあるで。それな。お父さん無事？今どこ？ヒゲの男来た。タブレットとスマホ取られたけど、タブレットは取り返した。メールを送れないのでここに書き込みました。ここね。送信。あいつらなんでこのタブレット狙いおったんじゃろう。分からん。なるほどな。
シジマから連絡があってな。証拠のタブレット、娘さんが持って逃走中だそうだ。ここねが盗んだものを持って出てくるよ。娘さんに伝えたらどうだ。じゃから盗もうとショールンはシジマの方なんよ。データはコピーしても消えんじゃろうがな。オリジナルはもっとランから欲しがるよんじゃ。何しとん？あいつが何者なんか手がかりがないかと思うてな。シジマ自動車、これなんと読むん？それでも降参か。シジマ自動車取締役専務執行役員渡辺一郎って、こいつシジマ自動車の役員か。ん？シジマ自動車って？あのなあ、シジマといや日本でも屈指の自動車メーカーで、そんなことも知っとらんのか。そんなこと言うたら、うちだって森川自動車じゃが。あ、そういや。なんだ？お母さんの昔の苗字はシジマじゃった気する。は？あんまし関係ないか。うん、ここねのお母さん、なんで死んだんじゃったかな。え？事故じゃ言うて聞いとるけど。木下さん来るまですることないけん、私少し寝るわ。なんでこんな時に。寒いけん入っとってもええけど、お尻触ったらいけんよ。触るか。ここね。お、なんで森を？ん？誰だお前？私はエンシェン。あ、でも本当はここね。はあ？おい、大御たちら！お。木下さん？親父。え、でならこの小六玉は。なんな、息子の顔忘れたんか。はあ、おめえみてえなでけえ息子を持った覚えはねえんじゃ。エンシェン、ピーチがベワンに捕まってしもうた。え、こっちにも衛兵が向こうで来よる。他は俺らに任せてピーチを助けに行ってやってくれ。親父ら若かったな。森を行こう。え、もうこのまま夢の中でお父さんを助ければ現実のお父さんも助かるかも。夢？何のことな。今朝からこの夢現実とつながっとる。魔法が使えるこっちで助けに行った方が都合がええが。どういう原理な。ここはお父さんが昔作った物語の世界だよ。物語の世界？そう、森をも覚えとらん？ちっちゃい頃にさ、
うちに泊まりに来た時とか、お父さんが寝る前に話してくれてたじゃん。ああ、そういや桃おじさん、姫キャラの女の子が活躍する物語を多い側妙に話しおったな。すっごく楽しかったな。今のお父さんからじゃ想像もつかんけど。ほんでもお前すぐ寝とったが。え、そうだっけ。でもなんで森尾は森尾のままなの。森尾くんは物語に登場したことがないから夢の中での設定がないんだよ。そうなんだ。うん、なるほどな。だとすると今の俺はここねの夢に出演してる森尾に過ぎず、お前が目覚めれば俺はお前の夢に登場したことすら覚えていないというわけだ。そんなのやだ。なんか夢がないじゃん。諦めろ、俺はリアリストだからな。タイトルは確かエンシェント魔法のタブレットだ。そうだ、エンシェント魔法のタブレット。なんだ、燃料切れ。なんだと。パーツどこかに着陸して。ここどこなん？大阪の道頓堀だ。しかし、俺らは高松で親父らを待っとって、サイドカーで空飛んどる夢見とったはずなんだが。え？森尾も同じ夢見たん？同じ夢？これって魔法みてえじゃが。やめい、高校生にもなって。どうなっとんなら。これは自動運転装置。俺らは夜中中高速を走っとったんか。ってことはみんながバカにしとった桃おじさんの改造車って実はデーレー発明品なんかもしれんぞ。でも桃おじさんは一人でこれだけのプログラムを書けるだろうか。森よ。すいません、夜中にガス欠になったもんで。
お父さん、メッセージ読んどらんのかな。お父さん、今どこ？タブレットは渡してないから安心して。今道頓堀の近くでガソリン入れてますと送信。もしもし。おう、森岡、今どこにおるんだ。ここねも一緒なんじゃろうな。ああ。ちょっと代われ。ここね、親父から。え？何？おお、ここねか。今こっちに怪しいもんが来とんじゃが。え、もしかしてあのヒゲ？え、おお、それよ。なんかの、ここねのおじいさんに頼まれて来たよったで。おじいさん、小学校の時に死んだが。いや、モンさんのじゃのうて、イクミさんのじゃいうことらしい。お母さんの？わしも今聞いて驚いとんじゃが、その人は志島自動車の会長さんらしいんじゃ。ももさんが郁美さんの話をしたがらんかったんは、どうもやんごとなき事情があったかららしいんじゃ。何？やんごとなき事情って？どうやら郁美さんとの結婚は駆け落ちちゃったらしく、その後一切しじまとの関わりを持たんと、きつう約束をさせられとったいうことじゃ。なのにだ、今度はこともあろうにしじまからデータを盗み出すとはな。え？お父さん、泥棒なんか絶対せんよ。どうだか。ここね、わしらはもうももさんを信じとる。じゃが、それを証明するためには今お前が持っとるタブレットがいるみてんじゃ。そういうこと。タブレットを渡せば、志島会長もこの件は不問に付すそうだ。出なければ森川はかなり重い罪に問われることになるぞ。ほんなら私、志島会長いう人に直接会うて、お父さんがそんなことする人じゃないって説明してくるわ。なんだと？会長はお前なんかには会わない。なんでな？それは会長は今でも森川を憎んでいるからだ。でも私、そのしじまさんいう人の孫なんじゃろ。いや、まあそうなんだが。お父さんは元ヤンで子供っぽいとこあるけど、筋を通す人じゃから私もそうする。じゃ、さよなら。くそ、森川といい何なんだ。いちいち人のことを無視しやがって。おい、あの娘を呼び戻せ。無理じゃ。ここねは桃さんに似とってこうと言うたら聞かん子じゃけの。これだから田舎者は。行くぞ。はおるの、ここねのやつ。さすがオラジアの娘じゃ。あのヒゲだけはなんか生理的に好きになれんのよ。おい、ここね、あれヒゲの仲間かも。え、どうしよう。そうだ、お前今すぐ寝ろ。え、なんでなん？なんでって、お前夢ん中なら魔法使えるじゃろ。じゃけど今は無理。さっき起きたばあじゃもん。なんでだよ、いつもすぐ眠くなるくせに。お前は一人で家へ戻っとけ。おお、おい、あ、待て。
父さんのバイクは？大丈夫だ、俺を信じろ。会社に連絡しろ。森よ、お金持っとる？私もう650円しかないんよ。何？俺だって持っとらんぞ。なんで大学生のくせにお小遣いも持っとらんの？なんでって、昨日は出かけだったし、そもそも今日日の男子学生は金がないと相場が決まってるんだ。はあ？ほんならどうやって東京まで行くつもりじゃった？お前のバイト代を当てにしとった。面目ない。しょうがないな。あ、そうだ、あいつの財布から拝借してはどんな？いけん、そんなん泥棒じゃん。じゃあどうする？ん？お父さんからだ。ここね、今どこだ？今新大阪駅。お父さん助けに行くからね。え？だって。ん？今森尾と一緒。お金なくて新幹線に乗れない中。お父さん今どこ？ん？なんか変だな。私、新幹線で東京に行きたいの。森川ここねさんですよね。え？新幹線のチケットをお預かりしています。え？なんで？どういうことですか？これ、落とし物なんで警察に渡してもらえます？おい！すごい！私新幹線初めて。どうなっとんなら。ジョイ、これって魔法？もう一度試してみよう。お腹すいた、お弁当を食べたい。送信。お代はいただいてます。一体誰から？やった、なんでか知らんけど現実でも魔法が使えるわ。そんなわけあるか。森を食べんの？お弁当来た。今から新幹線で東京を向かいます。なんだと？新幹線に乗った？金は持ってなかったんじゃなかったのか？そのはずなんだが。また書き込みがあったら知らせろ。あんた、警察を自分の施設部隊かなんかと勘違いしてないか？ん？税金は払っているし、むしろ捜査に協力しているが何か。行き先が変わった、羽田に行ってくれ。あの娘が会長と会う前に何とかしないと。森川は本当にデータを盗んだんですかね？だが、あだんまりを決め込まれちゃいかんともしがたいな。そうですね。これがお母さんのお父さん？うん。志島一心は日本の自動車メーカー、志島自動車の創業者であり、現在は会長である。ここねの母さんはアメリカのカーネギメロン大学卒業後、すぐに役員に名を連ねたが、亡くなる1年前、
父親である会長との確執が原因で静島自動車を退社となっとる。お父さんのことは？ないな。ただこの確執いうのが桃おじさんとの結婚ってことなんじゃないかな。お母さんってすごい人じゃったんじゃな。なあ、そんなお母さんと結婚したお父さんってすごい思うん？いやまあそうなんじゃけど。お父さんとお母さんどうやって知り合うと結婚したんじゃろう。森尾、静島自動車の場所役を調べといて。は？あの子のところに向かって。鬼が現れたようです。そのようだな。だが我々の任務は正門を死守すること。ここを動いてはならん。今鬼と戦わねえでいつ戦うんだよ。よし、ハートランド王に魔法を認めてもらえるチャンスだ。うん、心根一つで人は空も飛べるはず。機械の巨人よ、自らの意志で鬼と戦え。送信。機関長、我々はこの場を死守する。エシェン、看板だ。Thank you.
まで一緒にいられなくて。でも、あなたが困った時、私は必ず戻ってくる。だから、それまで、ここねをお願いね。え？お母さん、なんで？あのお話、ずっと私が主人公じゃと思うとった。お父さん、お母さんのこと何にも話してくれん思うとったけど、今までいっぱい話してくれとったんじゃない？オリオ、今どこ？シジマまで460円か。もう一回魔法使うてみるか。森川ここねさんですね。ひげの仲間か。行けここね、ここは俺が引き止める。え、じゃけど。大丈夫、お前にはタブレットがある。ほんなら森尾はどうするん？あの…違うんです。何が違うものか。あの…俺に構わぬ、ここね。あれ？あの、話を聞いてください。うるさい。私たちは桃太郎氏を救出すべく志島自動車から来たものです。何？それは…じゃあここねが書き込んだメッセージはあなたたちに逐一読まれていたってわけか。この SNS を通じて。おかげで新幹線のチケットやお弁当を手配することができたというわけです。でもなぜ？タブレットを渡辺に渡したくないからです。そこがわからないな。タブレットを欲しがってるのはあんたの志島自動車ではないんですか？確かにそうなんですが。じゃあタブレットの中身は何なんだ？志島郁美様が生前書いた自動運転車の基本制御プログラムのオリジナルコードです。え？家の標語と一緒？バカ者！そんな弱気でどうする？ですが、オリンピックはもうあさってなのですよ。
もし選手団を乗せた車が事故でも起こせば、シジマが世界に恥をかくだけでは済まなくなる。そのことをすでにマスコミが勘ぐり始めている。やはり運転させるべきです。ダメだ。開会式だけは完全な自動運転車で臨む。結論は出た。時間を無駄にするな。どうだ、オリジナルコードは手に入ったか。もうじきです。無茶しよって、派手にやりすぎだぞ。何を言う、長が。デモカーがうまく走らなかったら我々も無傷じゃ済まない。多少のリスクはやむを得んでしょう。あとは金で何とかしますよ。だがな、会長の動機は自動運転車の未来ではなく、死んだ娘への贖罪です。オリンピック後はその件を総会で追及する。老害は死して、あとは俺たちの時代というわけです。そのためにもオリンピックは是が非でも成功させないと。しじま会長に会いたいんですけど。どういったご用件でしょうか。私、しじま会長の孫なんですけど、お父さんの件でちょっと。はあ、あなた、悪い冗談を言うものではないわ。会長はそもそもお嬢様をずっと昔に亡くしているのよ。いや、そうなんですけど。あの人。なんだね。お茶飲みません？ん？こんな天気のいい日に一人かね？はい、お目当ての人に会えなくて途方に暮れてたとこなんです。どうぞ。君はそれでこのまま時間を無駄にするつもりなのかね。え？さっさと次の目的を決めた方が賢明だと思うがね。人生は長いようで短いぞ。人生って短いんだ。残念ながらな。おじいさんはいつそう思ったん？ん？ねえ、私にはまだ人生はものすごく長いいう感じがしてるんですけど。親不孝者の娘が若くして天国へと旅立ってしまった時からだよ。その人、どんな人じゃった？今の君より少し年上でね。女だてらにわしの仕事を継ぐと言ってアメリカの大学を卒業した。なかなか優秀な娘だった。車はドライバー自らが運転してこそその素晴らしさがわかるというものだ。自動運転など誰が望む。確かに車とは本来そういうものだったかもしれません。でも時代は大きく変化しています。ソフト技術が自動車の運行や車作りそのものをリードしていくことはもはや世界の趨勢です。ハードウェアがソフトウェアに頭を下げるようなことがあれば、それこそ車作りの終焉だ。
社にはビジョンとプランがない。あるのは昔の思い出と足の引っ張り合いだけ。会長、私ならこの社訓一文字だけ書き換えるけどな。だからわしは何としてもあの鬼を、え、この手で倒さねばならんのだ。自分が孫だと言い出すかと思ってね。ヒゲ、なんでここに。私には自家用ジェットがあるのだ。それって王様のでしょ、自分のじゃないくせに。おじいさんは私のこと知らなかった。どういうこと。お前の父親は風体の割に愚直な男だな。国王との約束を守って一切連絡を取らないとは。まあおかげでこちらの嘘にまんまと引っかかってくれたかね。もっと早く魔法の力を信じていれば。なんだと。よし、分かった。こっちも急いで準備する。まずいぞ。ここなさん会長には会えたらしいんだが、なぜか渡辺に連れて行かれちまったみたいなんだ。え、桃おじさん。おお、森尾じゃねえか。なんでここにおるんだ。そんなことより、ここねがピンチなんだ。なるほど。オリンピックのデモカーがうまく走らねえから、育美のデータを横取りしようとしてたわけか。はい、でもそれは渡辺の計略であって、会長は一切関わっていません。だとしてもやっぱ俺には関係ねえよ。ですが、おめえさんは我々のバックアップも断り、一人で結果を出した大した男だ。だが、オリジナルコードを独り占めしたんじゃ、渡辺とやってることは同じなんじゃないのかね。それで、どうやってハートランドを自分のものにするん。今頃はハートランド王のエンジンヘッドは全て破壊されているはずだ。え、あの鬼はお前も知っての通り、魔法の呪文で動くエンジンヘッドでなければ倒せない。そうだっけ。でもエンジンヘッドがやられてしもうたら呪文を手に入れてもダメじゃが。ものとする秘策。国王のエンジンヘッドが全滅したら出撃だ。その時失望した国民の信頼を一身に受け、私が新たな国王となるのだ。卑怯だな。今まで散々王様に嘘を吹き込んできたんだ。国王の座を手に入れるためなら何だってやるさ。あんたそれでも大人なん。もうお前に用はない。俺が恐れていたのは魔法使いのエンシェンだ。どこへなりと行くがいい。じゃあタブレット返して。いいだろう。
信じられん。どういう育ちしとる、バカ。今々しい娘が。何の騒ぎだ。では、これはどういうことだ。実はその怪しい侵入者を捕まえようとしておりまして。ん？では、このエンジンヘッドは何だ。はい。これは万が一のためにと用意しておりましたものでありまして、まずはあのものをこちらに。何の騒ぎ？何だか分かんないけど、30階で女の子が大変なことになってるらしいんだ。おい、父さん、どうして。何ならこりゃ。ここねのやつ、また寝たのか。ここね、乗りよ、エンジンヘッド動かすぞ。そいつを貸せ。勘違いすんな、ここねを助けるだけだ。下船の者を助ける必要などありません。ここはまず避難。この者を捕らえよ。ここを私は。バカ者、まだわしを騙せると思っているのか。あのぬいぐるみはわしが郁美に送ったものだ。国王、あなたの計画は失敗だった。おとなしく引退し、この私に王位を渡せ。無事鬼からこの国を守ることができたら、話だけは聞いてやる。連れて行け。危ない目に遭わせて。
俺は誰も動かしているのだ。すげえ。森よ、あれに乗っとるお父さんだよね。ああ、桃おじさんマジ喧嘩強え。あれは私のエンジンヘッドだ。すなわちこの国は私のもの。おい、こいつ呪いの魔法を。私の思い通りにならないものなど全て燃えてしまえ。貴様。心根一つで人は空も飛べるはず。エンジンヘッド、お父さんとお母さんの思いを乗せてハートランドを救え。
なんか変だぞ。もしかして桃おじさん、自力で戻ってこられないのかも。どうしよう、お父さん助けなきゃ。じゃけど、確か家へ戻るように設定したはずなんじゃが。ありがとう、森よ。それはこっちのセリフだ。おい、あれ、しじま会長じゃないか。しじま会長だよな。自動運転車を完成させていたのか、君は。はい、森川ここねです。心に羽と書いてここねと読むの。そうか。しじま会長とはどのようなご関係ですか。
電車が間に合わないという話があったけど、何か関係があるの？名ドラマを生むオリンピック、今回の東京オリンピックも素晴らしい大会になりましたね。17日間の大会を締めくくる関東のフィナーレとなった閉会式においても、各国の選手団は志島自動車を筆頭とする複数の自動車メーカーの技術供与による完全自動運転車で会場入りを果たしました。開会式直前まで調整が続けられまして、正常な運行も危ぶまれていた自動運転技術でしたが、大きな事故もなく各国選手。なあ、なんで仏壇のキュウリナスビに変えたん？ん？キュウリは馬でナスビは牛みてえじゃろ。牛は足が遅いから、母さんが来たら早う帰ってしまうように思ってな。あれってそういう意味があるん？ようは知らんけどな、俺も。森尾のやつどうした？大学のゼミがあるから言うて昨日から東京に戻ったみたい。おお、そうか。浴衣、似合うとるね。ところで、例の話どうする？人には分相応いうのがありますから、こっちでコツコツ仕事を続けよう思います。そうか。夏休みももう終わりだ。ここねはどうする？東京で受験の準備をするか？ちょっと行ってみたい気もするんじゃけど。別に俺は構わんで。ほんなら、お母さんのこともっと知りたいし、大学どこにするか目標できたけん、これからちょくちょく東京行くな。そん時はよろしく、おじいちゃん、お父さん。昔々、ハートランドという全ての人が機械作りに携わっている国がありました。今日もすごい渋滞。みんなどこへ向かっているの？
ここハートランド城よ。機械を作るために24時間体制で働いているの。この城の城主であるハートランド王は機械作りの技術に絶対の自信を持っていました。機械こそが全ての人を幸せにすると信じていたのです。そのためにほとんどの人が朝5時には家を出るのですが、渋滞によって遅刻するのが当たり前になっているのです。お城に出勤した人々はお城の中の自動車生産ラインで働きますが、夕方の5時には夜勤の人がお城にやってきて仕事は交代となります。今日は4時間しか働けなかったな。遅刻分は引いといたからな。マジかよ。お前いつまでそんなバイクに乗っている。新車に乗り換えろ。あ？やだね。ルールを守らない奴は給料から天引きだと。おい、ちょっと。お前も今月から乗り換えだ。でも自分もこの車可愛くて結構気に入ってるんですけど。ルールを無視してはいかん。ですよね。これがハートランドの首都イーストポリスでの日常です。どれだけ道が渋滞しようが、前の車が気に入っていようが問答無用。全ては王様の一存で決まるのがハートランドのやり方なのです。そんなハートランド王でしたが、彼には一つ大きな悩みがありました。それは自分のマナ娘のエンシェンがこの国に災いをもたらす魔法使いとして生まれてしまったことでした。エンシェンは3